こんにちは、青22号です。今回はテストショットをプラムさんからいただいたので、それについて紹介していきます。このキットは今年の2月に発売される予定の144分の1スケールのビッグバイパーバージョングラディウス4です。グラディウスというのはコナミの有名なシューティングゲームのタイトルで、シリーズ第1作目は1985年にリリースされています。今回のキットはその第4作目のグラディウス4に登場する主人公メカのビッグバイパーをプラモデル化したものです。組み立てには基本的には接着剤が不要になっていて、またパーツの成形色が色分けされていて、成形色の色は5種類もの色が使われています。塗装をしなくてもほぼ設定通りの状態に仕上げられるようにできています。というわけで早速組み立てていくことにします。ひとまずランナーからパーツを切り離していきます。パーツ数は少なくはありませんが、多いというほどでもない感じです。パーツは全体的にシャープにできていて、ディテールが甘いと感じる部分は全く見当たりません。さりげなくスライド金型も使われていたりして、ディテールを追求しながらも作りやすさにも配慮されていることがわかります。ほとんど全てのパーツを切り離していますが、本来は説明書の順番に従って切り離していくのが正しい方法なので注意してください。ところでこれは1992年に発売されたグラディウス2のパソコン用ゲームソフトです。当時このソフトには設定資料集がついていて、ビッグバイパーについても比較的詳細な設定が紹介されていました。例えばこのコックピットはとても細部まで描かれたイラストがあります。驚いたことにキットではそれをかなり忠実に再現しているようなのです。座席後ろから伸びているヘッドギアがちゃんとパイロットのフィギュアに覆いかぶさる部分が再現されています。座席やメインコンソール部分などの形状を比較しても実に細かく設定に忠実に再現されていることがわかります。実は組み立てていくとだんだんこの部分は見えなくなっていくのですが、そのようなほとんど見えない部分をここまで再現しているというのはキットを設計した方の並々ならぬこだわりを感じます。キットはグラディウス4のビッグバイパーをメインにモチーフとしているはずですが、さまざまな作品の設定を総合してリサーチしているのではないでしょうか。組み立ては基本的に接着剤不要ですが、一部分だけ接着剤の使用を推奨となっている部分があります。多分これは接合面積が小さすぎて太いダボを入れることができなかったからだと思います。ダクトのフィンは1枚1枚別パーツだったり、エンジンノズルはコアの部分は別パーツ化されていて、細部まで成形色による色分けが考慮されているようです。クリアパーツの F4 と F5 のパーツはビーズよりも小さいパーツなため、取り付けには工夫が必要です。まず F4 のパーツについてですが、主翼の両端に取り付けます。主翼にランナーごとパーツをはめます。パーツを先にランナーから切り離すとパーツが小さいので取り付けが難しくなります。ランナーがついたままでまずは固定して、その状態でランナーから切り離します。カットの仕方はいわゆる二度切りで、ゲートを少し残してカットします。余分なゲートはその後改めてカットしていきます。最後に接着剤を流し込んでパーツを固定します。続いて F5 のパーツですが、機体先端の両脇に取り付けます。 F5 はさらに小さいパーツです。はめただけでは固定できないので、カットする前に接着剤を流し込んでおきます。またカットするときは慎重にゆっくりとカットします。勢いよく切るとカットした時の衝撃でパーツが破損することがあるので慎重に切ります。このパーツはかなり小さく、ゲートをカットした時に出たゴミと見分けがつかなくなるほどです。パーツ同士の合いはかなり良好です。機種の2つに分かれている部分は合わせ目が見えることになりますが、パーツの合いが良好なので合わせ目消しの処理をしなくてもほとんど目立たなくなります。機体の形状は意外に複雑な形をしているので、それに応じてパーツ分割も多めになっていますが、パーツの合いがいいのでストレスなく組み立てていくことができます。実は完成後に見える合わせ目というのは先ほどの機体先端の2つに分かれている部分のみで、それ以外の合わせ目はパネルラインなどになっているので巧みに隠されています。きちんと合わせ目処理をして塗装して仕上げようと思っても
処理が必要なのはその部分のみということになります。車輪などの膠着装置は再現されていないので、付属のスタンドを使ってディスプレイするようになっています。完成すると機体の全長は14センチほどで、だいたい手のひらサイズということになります。大きくはありませんが、ディテールの適度な密度があるので、それほど小ささを感じることはありません。組み立ては以上で終わりですが、より設定に近づけるためにキャノピーの枠とその後ろにある赤いラインを塗装していくことにします。組み立てただけでも十分設定に近い状態で完成しますが、ほんの少し塗装をすることでより設定に近づけることができます。というわけで、まずはキャノピーの枠を塗装していきます。最初に塗装するためのマスキングを行います。塗り分ける部分に細めに切ったマスキングテープを貼っていきます。今回はお手軽に仕上げるために筆塗りで塗っていきます。フリーハンドで塗っていってもいいのですが、マスキングをした方が塗り分け部分をシャープに仕上げることができます。特にキャノピー部分は割と目がいくところなので、こういった部分をきちんと仕上げておくと全体のイメージも良くなるものです。塗装にはエナメル塗料を使います。プラモデル用の塗料は大きく分けて3種類あり、エナメルの他に水性アクリルやラッカーアクリルなどがあります。それらの中でエナメル塗料は最も乾くのが遅いですが、それだけ筆塗りに適しているということでもあります。細めの筆を使って塗っていきます。筆はマスキングテープの境界に対してできるだけ直行するように動かします。境界に平行に動かして塗ると、そこからテープの下に塗料が潜り込んでしまって、マスク漏れの原因となることがあるからです。表面で塗料を伸ばすように塗り重ねていきます。塗った瞬間は筆ムラがあるように見えても、時間が経つとレベリングが起きて目立たなくなります。塗り終わってから15分くらい経過したら、マスキングテープを剥がしていきます。塗膜が完全に乾くまでには最低でも半日くらいは必要ですが、完全に乾く前にテープを剥がします。乾く前に剥がすことで塗り分け境界の塗膜の段差を多少なりとも抑えるためです。続いてコクピット後ろの部分に赤いラインを入れていきます。パーツのちょうどその部分には段差があるので、それをガイドにして塗ることで、マスキングなしでフリーハンドで塗っても比較的シャープに仕上げることができます。使っているのはやはりエナメル塗料で、細めの筆を使って塗っています。段差とは反対側のパーツのエッジ部分に関しては、はみ出したところはエナメル塗料用の溶剤を含ませた綿棒で拭き取っておきます。先ほど塗ったキャノピーを取り付けて完成です。成型色そのままよりもよりそれらしくなったのではないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。